日本の地方公共団体である、那覇市の組織が入る施設である。戦後、那覇市は、米軍の管理下に置かれ、住民の立ち入りは禁止されていた。その後、1945年11月に、那覇市坪屋地区の養業関係者たちが立ち入りを許可され、約100人の職人が入試この際に、坪谷のある民家に、事務所が設置された。これが、 戦後の初めての那覇市役所長者である。その後、現在の国際通りが商業地として発達していくことに対して、市役所長者も国際通り付近である。現在のマーキシ公設市場敷地に移転。さらに当時の海南小学校敷地内、旧グランドオリオンホテル敷地内、天臂小学校敷地内と、幾度が移転を行っており、最終的に現在地に、 県内初の大型施設として建設されることになった。宮平建築設計事務所が設計にあたり、1964年2月28日に設計完了した。当時の沖縄において最も高い建物として設計され、前提に噴水や緑地帯を配置する当時としては新しい試みがなされている。建物本体は全太郎組、電気工事は 金城電気、水道工事は、長山組が担当した。同年5月27日に、自賃祭が行われ、15ヶ月の後期で、完成、1965年に移転した。1980年代後半からは、本庁舎の老朽化や、耐震不足が問題になったため、移転計画が持ち上がり、那覇新都心に新庁舎建設用の土地を購入し、 移転が行われる予定であった。しかし、財政的な問題から頓挫し、建設予定地が売却され、現在地において建て替え計画が進められており、2009年9月18日の業務をもって本庁舎を閉庁し、連休中に移転作業を行い、同年9月24日から上これ屋に建設した、プレハブ3棟から構成される仮庁舎に移転し、業務を開始。 仮庁舎移転後、旧庁舎は建て替えに入り、2009年度末に取り壊し、完了。新庁舎の起工式は2010年7月8日に行われ、2012年12月18日に完成、引き渡し、同年12月22日に新庁舎落成式が行われた。新庁舎は、地上12階、地下2階建てで、仮庁舎のほか、教育委員会、 メカル庁舎の部局も移転し、総合庁舎としての役割となる。新庁舎の完成に伴い、仮庁舎は、同年12月28日で業務を終え、年末年始閉庁の期間を利用し移転作業を行い、2013年1月4日から新庁舎での業務を開始した。路線バス、ユイレール。ありがとうございます。